注文していたハゼットさんの2022年モデルのアドベントカレンダー届きました。間に合わないって言われてたんですけどね、ま、とりあえずはなんとか12月1日に届きました。まあちょっとね、ちょっとだけ遅れましたけど、まあなんとかアドベントカレンダーとして楽しめそうです。じゃあとりあえずね、これ今開封してみたいと思います。側だけでも、で伝票の横にねこれついてたんですけど、今回はあのファクトリーギアさんから買ったんで、ファクトリーギアさんのチラシがついております。これベータのあれですね、工具箱ですね。これなんかすげー欲しいなと思ったんだけど、何やらチラッと見たら6万円ぐらいの値段ついてますね。買えないです。とりあえず開けます。こっち開けないのかな。よいしょ。違うな。これ関係ねえんだ、こっちが。じゃあこっちもこうか。よいしょ。よいしょ。ほい。あとは、あ、ここになってるね。はい、開けてみました。ですね、まずはファクトリーギアさんのお手紙と、これが側についてましたチラシですね。まあ冬のバーゲンということで、いろんな工具類が載ってるんですけど、いきなり表に出てるこの2つ、こっち側のバーコさんのね工具箱はマジで欲しいですけど、お高いっすね。はい、じゃあとりあえずは見ていきましょう。はい、でこれが今回の2022年モデルのハゼットさんのアドベントカレンダーです。はい、相変わらずねこの表だけでもなんか綺麗なイラストが楽しいんですけど、はい、でこれをこうよく見ていくと、こうやって数字が入ってるわけです。で、これを順番にこう1日ずつ開けていって、クリスマスの時にちょうど揃うと。そういう感じになっております。はい。で、ちょっとね、これ表なんで裏も見てみましょう。で、今回のね、セットはこんな感じなんですよ。でいつもはハンドツールばっかりなんですけど、今回はこのビット類とあのメインはこっちですね、電動ドライバー、これをセットにしてきてるんで、基本はこれがメインで、ホルスターケースとあとこのビット類を収納するこのケースとこのビット類のセット、まあ多分1日ごとにこのビット類が出てくるんでしょうけど、はい、こんな感じですね。これがまあ正直、まあハゼットさんがね直に作ってるってわけでもないでしょうけど、このドライバー自体、まあどっかに委託して作っていたとしても、ハゼットネームでこのセットで1万、そうですね、セールだと1万2000円ぐらいですか。でそこからまあ通常買ったとしても1万4000円弱、うん、その値段で買えるっていうのはね、まあお得というか、まあ買って損したって気分にはならないと思うんですけどね、まあお買い得セットかとも思います。でこういうねホルスターケースもちゃんとついてくるんで、
これはいいと思います。はい、一応ねアダプターはないでしょうけど USB のね電源ケーブルもなんかついてるっぽいですけど、はい、じゃあとりあえずはちょっと表一つだけ開けてみようかな。もう12月1日なんでちょこっとだけ開けてみたいと思います。はい、ちょっとフィルムを取って開けれるような状態にしたんです。今回あれですね、あのサンタさんとかのあのおっさんとかはいなくて、この可愛らしい女の子がサンタ帽子をかぶっていろいろやってますけど、はい、で一番ここですね、ここ。多分このサイズだとあれかな、最初にやっぱりビットしまうケースが出てくるのかな。はい、でここだね、指入れるとこあるんで。今回のはね、電動工具ってことなんで、保管しておいてね、後でっていうわけにもいかないと思うんで、もうさすがに今年のやつはすぐに開けちゃいます。他のやつはね、後でも楽しめるんですけど。あ、これいいっすね。もう、ハゼットネームのカードケース。あ、いいじゃないですか、これは。うん。これちょっとどうしようかな。開けてみたいけどな。ちょっと固定できないな、カメラが。よいしょ。あ、そうですね。はい、こんな感じのピットケース。これちゃんとね、入れる。この種類のね、プリントも入ってるんで。うん、これはでも、ああ、こういう風になってるのね。二段折り。うん。いいね、やっぱ。うん。まあ、ここに多分、あれかな。バーが入るのかな。延長バー。確か延長バーがあったはずだけど、ちょっと裏見てみようかな。これですね。これが多分あの間のところに入るんだと思います。もうね、来たのが嬉しくなっちゃってベッドの上開封で余計なものが映りまくりなんですけど、はい、こんな感じです。あとはだいたいこれがね一つずつ出ていって、ある程度のところでやっぱあれかな、大物が出てくるんじゃないかな、最後の方に。うん、まあでもね、やっぱ楽しいですよね。これがね、1日1個ずつこのビットが揃っていくっていう、その楽しみはあるんで。はい、じゃあとりあえずこんな感じで今年はアドベントカレンダーを楽しんでみたいと思います。ハゼットさんのやつをね、はい、これから毎日1つずつやって開けていって、クリスマスに完成したやつをまた見てみましょう。それでは。